ボンボンチャンネル。日本には様々な都市伝説がある。都市伝説はフェイクニュースと同じように現実に影響を与えうるものとなっている。実際にパトカーが出動したり、小中学校で集団登校が実施されたりした。一体誰が何のために都市伝説を作るのか。今回はそんな都市伝説の謎に迫っていこう。ゆっくりしていってね。都市伝説、ネットやテレビでたまに耳にすることがあるが、そもそもどういうものなのか知らない人も多いのではないだろうか。ウィキペディアでは1969年にフランスの社会学者エドガール・モランが著書内で記したものが都市伝説の由来となっている。オルレアンの噂、女性誘拐の噂とその神話作用という本の中に記された都市伝説という言葉自体が日本で使われたのは1988年。アメリカの都市伝説について書かれた本、消えるヒッチハイカーを大月隆弘、重信幸弘たち民族学者が記した時に初めて用いられた。その後マスメディアで使い回されるようになった。では都市伝説とはどのようなものがあるのか。大辞林第4版には現代の都市で広く交渉される根拠が曖昧不明な噂話と解説されている。根拠が曖昧な噂話は普通聞き流すだろう。しかし都市伝説は真実のように聞こえる特徴を備えている。都市伝説には実際に起きた事件や実在する人物などの真実の断片を組み込んでいることが多い。この所々に入れられた事実によってより真実味が帯びた話になり、話全体が真実として伝えられるようになる。では現代でも楽しまれている都市伝説をパパッと紹介しよう。口裂け女。耳まで裂けた大きな口。この恐ろしい女性に殺されてしまうという噂は1979年に流行り始め、このショッキングな噂にはテレビや新聞などのメディアが喜んで食らいついた。しかし噂は噂だけにとどまらず、パトカーの出動や集団登校が一部の学校で開始されるなど、市民社会は一時パニックになるほどだった。彼女は特徴的な口から口裂け女という名前で知られるようになる。口元を覆い隠すマスクをした若い女性が下校途中の児童に、私綺麗？と尋ね、綺麗と答えると、これでも？と言いながらマスクを外す。その口は耳元まで大きく裂けており、返答しなかったり、綺麗じゃないと答えるとハサミで彼女と同じ口の形に切られてしまう。整形に失敗した女性説、子供が夜に出歩かないように親が作った話説、精神病患者説、はたまた CIA が噂を広げる検証実験説、様々な説が唱えられていたが、今では想像上の存在というのが通説だ。メリー。ある少女は親から贈られた外国製の人形にメリーと名前をつけ、ずっと一緒に遊んでいた。引っ越しの際、大きくなった少女はメリーを捨てていき、離れた場所に引っ越す。その夜、引っ越し先で一人になった少女に電話がかかってくる。私メリーさん、今ゴミ捨て場にいるの。少女が恐ろしくなって電話を切っても、すぐにベルが鳴る。私メリーさん、今タバコ屋さんの角にいるの。また切るが、ついに。私メリーさん、今あなたの家の前にいるの。という電話が来る。少女は思い切って玄関のドアを開けたが、そこには誰もいない。やはり誰かのいたずらなのかとほっと胸をなで下ろした直後、また電話が。私メリーさん、今あなたの後ろにいるの。花子さん。校舎3階のトイレの扉を3階ノックし、花子さんいらっしゃいますかと尋ねる行為を、一番手前の個室から奥まで3回ずつ行うと、3番目の個室から小さな声で、はいと返事が返ってくる。そしてその扉を開けると、黒髪おかっぱ頭の赤いスカートの女の子がいて、トイレに引きずり込まれるというもの。
空襲で逃げ込んだ学校のトイレで亡くなってしまった女学生の例、学校で遊んでいた子が襲われてしまい逃げ込んだ先の女子トイレで死んでしまったなど、地域によってさまざまなルーツが存在する。夜のピアノ。夜になると音楽室のピアノが一人でになりだす。決まって曲はエリーゼのために。この曲を4回最後まで聴いてしまうと死ぬらしい。テケテケ。テケテケとは踏切事故によって上半身と下半身が切断されてしまった女子高生の幽霊。夕暮れ時に一人で学校の廊下を歩いていると後ろから足音がする。恐る恐る振り向くと上半身しかないテケテケが凄まじい速さで追いかけてくる。人体模型。理科室にある人体模型や骨格標本は生きている人間から作ったもので、深夜になると自分に足りない部分を探し求めて校舎内を動き回ると言われている。プール。学校のプールでは昔溺れ死んだ児童がいて、プールの授業中に泳いでいるとその子供の霊に足を万力のような指で掴まれて水中に引きずり込まれてしまう。かろうじて救出された生徒の足には掴んだ手の跡が黒くくっきりついていた。無限ループの階段。夜中、学校に忘れ物を取りに行くと、3階建ての校舎にあるはずのない4階へと続く階段が出現する。その階段を登ってしまうと、もうこの世には帰ってこられない。途中で引き返そうとしても、永遠に階段が続いて餓死してしまう。桜の木の下には、学校が建っている場所には昔、日本軍の秘密の研究所があって、校庭に植えられている桜の木の下には人体実験で死んだ人たちの死体が埋められている。桜があんなにも綺麗なのは死体の養分を吸っているから。人がいないはずの体育館。放課後の学校、自分一人しかいないはずの体育館から鳴り響くボールの跳ねる音。体育館の扉を開けて中を覗き見ても誰もいないし、ボールもない。扉を閉め体育館を離れようとすると背後からまたボールの音が聞こえてくる。モナリザ。夜、美術室にあるモナリザの絵を見ると知らぬ間に目が動いていて睨まれていたり、血の涙を流していたりする。というわけで、今回は日本の都市伝説について紹介していきましたが、どうだっただろうか。ないことを証明するのは至難の業だ。もしかしたら都市伝説は実際に起きているのかもしれない。怪奇に合わないように早く寝ましょう。ではまた次の動画で。バイバイ。